やっほー、皆様いかがお過ごしでしょうか。メロスくんと貢献テストでございます。ということは今回はチキンは裏切らないシリーズなんですが、今回スピンオフシリーズの卵料理ご紹介したいと思います。見た目と食感が、何それというあの驚きのふわもこ卵をご紹介したいと思います。ではまずおネギ切っていきたいと思います。今回もあの青ネギご用意してございます、ね、先の方を切りまして、でこれも小口切りに小口切りにしていってください。はい、次は彩りの綺麗なピンク、そして旨味としてたらこ加えたいと思います。あの好みで明太子ね、あの辛みが欲しい方は明太子でもいいと思いますけど、今回たらこガーッと潰します。でこの皮が気になる方は皮をこそげてくださいね。もう僕面倒なんでガーッと混ぜて皮ごといっちゃいますね、うん、こんな感じで OK よ。ここでメインの卵使います。今日3つね、コンコンコン、よし、こんな風に割っていきます。片手で割らずに両手で丁寧に割ってください。殻が入っちゃうのでね。まあ、あのお箸でもいいです、泡立て器がなくても。はい、ここ、まあ、ちょっと空気が入るような感じでね、軽く泡立ててくださいね。はい、ここでたらこ、黄色にピンク、小口切りのおネギ、そしてみりん、ちょっと風味と甘み軽くだけ入れます。みりん入れまして、だし汁、かつおだしにします。そしたらあともう軽く混ぜるだけ、全体が馴染んだら OK で、お塩ちょっとね、ほとんどあのたらこで塩分あるんですけど軽くお塩入れます。これね、これがもう旨味も入るしね、あのすごくいいバランスですよ。おネギもございますし、これが驚くようなふんわりもこもこになります。ではですね、あのちょっと小さめのサイズのお鍋ございましたら、そこに火をつける前にこの卵液をインします。ここから強火にかけます。そうするとですね、これあのコンロ、ガスコンロなのでこの縁がちょっと固まってくるんですよね。縁が固まってきましたら、このヘラでこそげるように縁と底をこそぐようにします。でもっと置いとくとまた固まってくる、それをこそぐ、これを繰り返していきます。まずまあ見ててください、すぐね縁が固まってきますからね。ここねちょっとほら色が変わって固まってきましたね、この辺ね。そうするとこのようにこそげるように、ほらこう塊がちょっと固まった部分が内側の方に行きますから、このようにこそげてこそげて、はい、ちょっと置いときます。そうするとまた縁が固まってきます。でこの縁と底の方もちょっとね、ひっついてしまったりしますので、こそげてこそげて、こんな感じでどん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 固まってきます。どんどんね、はい、ちょっとこの鍋にひっついたものをちょっとこうねこそぐように、どんどんふつふつなってきますよ。ふつふつ、OK、 こうなりましたら
蓋をしまして弱火で蒸らします。そうするとふつ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 っと盛り上がってきますので、そしてふっくらなります。さあどうでしょうか。オープンします。イエイ。おー、もっこりもっこり、ふわもこ、いい感じ。こんな風にふわっとなるわけですよね。ほら、プルン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 。これをこのね、ふわっとした部分を崩さないように、見てこのプルンプルン、ふわ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 。もうこれシンプルにこれで完成、完成しました。このプルプル見て、ふわふわ。卵とお出汁、そしてたらこを使いました。シンプルなふわもこ卵。あー、プルンプルン、香りもいい。それではいただきます。あー、もうレンゲ入れるだけでふわもこ、プルンプルン。いただきます。この食感はね、本当にふわもこで、ちょっととろっともしてるんですよ。なんとも言えないこの食感。そして優しいお出汁の風味にパンチのあるたらこの塩分、おネギ、パーフェクトですね。これも卵好きな方、いろんな卵料理ございますけど、そろそろ新しいアレンジ欲しいなという方、ぜひ試していただきたい。もう食感、味最高。このまま本当に丼とかで食べてもすごく美味しいですし、で今回具にたらこ入れてございますけど、なんだろう、こうカニカマ入れていただいたり、そうするとなんか赤くて華やかになりますしね、しらす入れていただいたりとか、何かねお好みの材料を入れていただくと、また味がガラッと変わりますので、そちらもぜひ試してみてください。刻んだキノコとか、そういうのもいいと思います。こちらも大満足でございました。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もお願いいたします。バイビー。